高橋秀則の H なラジオ。H この皆様こんにちは、高橋秀則の H なラジオ、パーソナリティの高橋秀則です。こんにちは、アシスタントの山上義之助です。皆さん元気ですか？元気ですか？この番組は H子さんと共に楽しい1時間を過ごす月に一度のニコニコ生放送です。さて、先月から今月にかけてラジ友ではいろいろなイベントがありました。新作グッズも発売されましたので我々が全力で宣伝させていただければと考えております。これもちょっとね、ちらっとね、見えてますもんね、順に追ってね、宣伝していきます。行きましょうね。行きますね。まずはラジ友コラボカフェですね。はいはい、こちらもう東京大阪ともに大盛況で終了いたしました。ありがとうございました。ハッシュタグもつけてくれてね、そう、たくさん皆さん本当に、ね、見させてもらいました ね。ありがとうございます。そしてその時にいただいたなんかボードで書いていただいたやつとか、これ東京分なんですけども、こんな感じで、はい、あ、皆さん行きましたっていうコメントをいただいて、いや、これ嬉しいのがさ、結構 H ラジ、このコメント結構多かったみたいですよね。いや、すげえ嬉しいですよ。ありがとうございます。たくさん、まだね、大阪の方はね、まだちょっと届いてないので、もし書いてくださったとしたらね、これから届きますので、それはまたチェックさせていただきますので、ありがとうございました。パンケーキ美味しかった？パンケーキどうでした？美味しかったでしょ？美味しかった。ありがとうございます。てか美味しそうにみんな写真も撮ってくれたし、手のやつもさ、そう、手やってくれて嬉しかったですね。やってくれてたよね。で、その時のコメントとかメッセージもなんかいただいてるんですよね。はいはい、コメントで。じゃあざっと読ませていただきますね。お願いします。キョンさんからいただきました、はい、秋葉原のラジトモカフェに行ってきました。ありがとうございます。一ラジの店内放送はいつものようなテンションでおしゃべりが長めな上、ダミーヘッド、ヒヤヒヤのコーナーで、まであってニヤニヤが止まりませんでした。食事中に何やってんだって感じだよね。確かに食事中に、ね、そうだよ、すいませんね、さあ、みなみさんからいただきました、ラジトモコラボカフェ行きました。ありがとう。ありがとうございます。とっても幸せな空間でした。気づいたら計3回ほど行ってました。おお、ありがとう。3回も。平日は結構待ってたみたいな。あ、違う、空いてたのか。週末が埋まってたんだよね。週末がもうほぼほぼ待っちゃった。ありがとう、店内放送もいつものヒデラジオを聞いているかのような安心感がありました、まさかハニーボイスのコーナーやるのは想定してなかったです。パイロットとニヤニヤするので非常に忙しかったです、まあ、南さんも言ってくれてる、ね、みんなにニヤニヤして聞いてるかな。ハギワシのヒデノリを見守る会、ありがとうございます。マウスショップのキャラクターですね。ありがとうございます。先日エチコさんたちと一緒にラジトモカフェへ行ってきました。エチコさんたちと一緒に行ってきたんだ。嬉しい。ヒデラジも参加すると知った時から約束をしていて、お互い実際に会うのは初めてだったので、現実はワクワクしてなかなか眠れませんでした。いや、ドキドキするよね。結構勇気いることやってくれたんだ。ありがとう。嬉しい。なんかみんなの輪が広がる。ね、ヒデラジが大好きなエチコは、お二人の店内アナウンスに一喜一憂しながらパンケーキをモリモリ食べました。モリモリありがとうございます。ダニエとも聞いて、ね、ヒヤヒヤも聞いてくれたのかな。ニヤニヤが止まらない。ありがとう。さあ、続きましてなめろう食べたいさんからいただきました。なめろう食べましたよ。作りましたからね、自分 ね。ラジトモコラボカフェの開催期間中、東京大阪合わせて3回参加させていただきました。ありがとうございます。3回だ。すごい、ありがとう。ヒデラジへのコメントペーパーの枚数は一番なんじゃないというぐらい多かったです。いや、本当に、おかげさまで本当に嬉しかったです。ありがとうございます。続きまして千尋さんからいただきました、ラジトモカフェとっても楽しかったです。ありがとうございます。展示やコメントなどがあり、もうここに住みたいと思うほど幸せな空間でした。ありがとう。ヒデラジ中ができてとっても嬉しいです。充実できたんですね。充実してくれたんですか。ありがとうございます。素敵な企画をありがとうございました。いや、こちらこそ言ってくれてありがとうございました。スタッフさんもすごく喜んでくれてます。ね、結構。はい。じゃあ、小鳥さん、最後ですね。小鳥さんからいただきました。ラジトモカフェ行ってきましたよ。コラボカフェに行くのは初めてでしたが、思いのほか楽しくてついついリピーターになってしまいました。一生分パンケーキ食べました。あれ5枚でしょ。いや、4枚4枚か4枚。いや、結構ボリュームあったからさ、いや本当に結構の枚数だなと思ったけど、あれをいや一生分食べてくれたの、ありがとう、嬉しい。ちょっとね、こんなねメールをね、いただきました。ありがとうございます。なんか皆さんね、楽しんでくださったみたいで本当に嬉しいですね。16枚食べたって人もいますからね。16枚、4つもとか。ありがとうございます。ありがとうございました。そんなこんなで、今度はですね、11月1日に開催されたアートソニックで我々のね、コメントとか、放送されたみたいで、その時にね、演歌とミュージカルを歌いたいって言ってましたよね。もう全力でスタッフさんには却下されましたけどね。ダメって言われました。ダメ。いや、でもな、そういう試みもね、やってみたいですけどもね、何かしらの形でね、出会えたらいいなと思いますけどもね。で、その時にグッズも発売されまして、これが、目の前に置いてあるやつってことでしょ。そう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 。ちょっと細かく説明すると、マスクとマスクケース。ね、最近よく見ますよね、マスクケース。こちらですね。
ちゃんとマスクのこちらにも H って書いてますね。そう書かれててありますよね。あとステッカーとかスマホや手帳などに貼れるステッカーですね、うんうん、はい、こんな感じの可愛いやつとかもありましたし、はい、持ってくれてる人いるかな。みんなゲットしてくれた、あ、マスクケース買った、デザイン可愛いですって。今ね重宝しますからね。確かに本当に必要ですもんね、うん、そして、はい、あのビッグフォトカードというものもこれだ、はい、出たみたいです。これ裏のコメント皆さん結構伏せてくれてるんでしょ、はい、そうこれゲットしてくれた方の、ね、もう特権というか、ぜひね、うん、まあ、皆さんがせっかく伏せてくださってるからちょっとここでねお見せするのをちょっとっていうことにして、ね、ここが秘密でゲットした方の、はい、ゲットしていただければと思います。まあ、秘密ということで結構大きいですよねこれね。そんな大事なことは書いてないですよ。そんな、え、いや、意外といいこと書いてますよ。あ、通販頼んでる方もいらっしゃるみたいですね。 ありがとうございます。そして上にも概要欄が ありますのでそちらご覧ください。そして11月の7日から8日に開かれました、うん、AGF青空マルシェでは限定の動画が我々ね流されました、はいはいはい、ね、流していただきました、ね、うん、ありがとうございました。見てくださった方いらっしゃいますか。ね、どうだろうね。まあでも見てくださった方もいらっしゃるんでしょうね。でその時に SD キャラのアクリルキーホルダーが出ましたね。そうですね、かわいらしい、はい、かわいいのが出ましたよ、ね、ありがとうございます。ちょっとアップしちゃう。つけてくれてる方いるかな。みんなつけてくれてます、カバンとかに、ね、板場とか、うん、で実は結構大きいですよね SD キャラもね。これね、あの鍵につけるとね、なくさないっていうね、ジンクスあります。ジンクスじゃないです。何とりあえずなくさないです、ね。なくさないよ。こっちも大きいからね。こんな大きい。見つけやすいかも。カバンの中でも見つけやすいかもしれないですね。そうで、その時に、あの、うん、ノア、あ、そうだ。その、このグッズとかはノアショップで、あの、ゲットすることができますので。今現在もね、はい。現在もゲットすることができますので、はい、ぜひ、あの、皆さん見ていただければと思います。そうだよね。これ、ポーチにもつけられるでしょ。そうですね。ポーチ、テステッカーに至ってはもうノートとかにも貼れますし、で、マスクは必須ですからね。そうだよ。つけていただければと思います。うん、あとこれがなんかこの時 の予防とかこうやって貼れたりとかねするみたいな。そう H を隠したい時はね、ちょうどねぴったりの大きさなんだってこれ、うん、だから、うん、貼りたい人はどうぞ貼っていただいて、うん、これ最後写真撮る時さ、あ、これしましょう、撮ろうよ、うん、つけて撮りましょう、ね、予防つけるんですか。予防つけない、そんな何言ってんだよ。このままね、ここのね、もう主張していくよ、H を。名前もありますからね、ここね。ね、はい、お願いします。そして、ステロバース限定のラジトモグッズもあります。はいはいはい。はい、ポーチとうちわチャーム、前回ね、放送でお知らせさせていただきましたけれども。ね、あの写真でも買いましたよっていうね、ね、もらいましたよね、うん。ありがたいですよね。皆さんもね、あのハッシュタグでつけてくださってありがとうございます。うん、で、そしてもう一つ、ぬいぐるみが発売されるんですけども、そうこのね、可愛らしい感じのやつ。あ、これの、あのこういう、やつなんですけども、これも画像が今出てますもんね。そう出てます。ステラバースさんにも展示がねされてたりとかもしましたよね、うん、でそれが1月の9日発売予定です。年またぐわけですか。はい、またぎます。で予約受付中ですので、うん、ぜひぜひ皆様予約していただいて、うん、ぬいぐるみをお家にお迎えいただければ嬉しいです。ぜひ埋もれていただいて自宅で UFO キャッチャーを、うん、自宅の UFO キャッチャーを作っていただいて、うん、やばいね、家で UFO キャッチャーするのどうやって作るんじゃい。あれ UFO キャッチャー300キロぐらいあるみたいですよ。そんなにあんの、うん、あの1台、あ、釣るか、大きいやつ釣るか。そう俺、うん、そう釣り行った時にね、竿、釣り竿とか買ったからね、できるよ。あ、そうか、釣り竿でやればいいのか。釣り竿でやればいい。やで、ただね、家で釣り竿はあんまりおすすめしないと思うよ俺は。ちっちゃいやつもあるけどね。あ、ちっちゃいやつ、うん、抱きしめてね、寝ていただければ嬉しいですね。俺らが引っかかってんだよ、やはり。いや自分で痛い気をつけていただいて。そういう楽しみ方もありますんで。どんな楽しみ方ですか、それ聞いたことないわさあ、ということで、うん、はいはいはい、今回は初めての手帳デコレーション。手帳デコレーション、そうです、はい、我々のステッカー、先ほどね発売されましたと言いました、うん、これを使って2021年の手帳に飾り付けをねしていけたらと考えております。こちらですね、制限時間は5分ですね、うん、はい、はい、来年のスケジュールが楽しくなる手帳になるように頑張りましょう、うん、ちなみにこんな感じでスタッフさんが作ってくれたやつとか、それすごいよね。すごくない？何がすごいってさ、うん、このいくつも貼り付けたのはそうなんだけど、うん、ここちゃんとね穴がね、いや細かい、毛が細かいに穴を開けてるんですよ。すごいよねこれ。むしろこれを出した方がいいでしょっつって、ね、確かに俺らが今5分で作ったところでかなわないんだからこれにはね。じゃこれを見本としてね。いやすごいですよ。これをやられたらね、すごいよね、うん、俺らが今からやるなんて。そんなことない、そんなことない、ちょっと我々頑張りましょう。キングセンスには絶対かなわないんだけどさ。いやだって短い時間でやんなきゃいけないから。 OK、 じゃあやろう、うん、やっていきましょう、はい、それじゃあ手帳デコレーション
スタート。オッケー。ちょっと無言になっちゃいません、こういうの。なるね。実際さ、いや今俺いつも12月入って、うん、来年用のね、はいはい、手帳を買うんですよ、はいはい、でもこれせっかくね買ってもらった、買ってもらったというか用意してくれたからうん、これちょっとね、うん、使いましょうかね。使っていきましょう。もう可愛いシールがたくさんありますから。本当そうだよ、ね、でもこれさ、これ12月のところにこれヒデさん貼りたいな。これ中に貼りたい。中に、中に貼りたい。中に貼ると減点だけどいい。え、なんで減点方式とかあるのこれ。やべ、俺爪切ったばっかりだから全然剥がせねえや頑張ってください。うわうわった。これみんなさ、こう、うん、こういうステッカーとか買ってくれたりとかするじゃない、うん、これどこ、どういうところに貼ったりするんだろうね。え、みんなどこに貼りました、逆に教えてください。携帯とか貼ってる人いるんですか。おでことかかな。おで、え何を言ってるんですか。軽くボケただけじゃいいかぶれる、かぶれる。い薄い、薄いボケだけどさ、いいじゃん。パソコンだってあ、パソコン、あ、充電器とかもか。へー、ね、充電器もね、今必要ですもんね。充電器いいね。みんなノートに、PC ノートとかに貼ってる人が多いみたいですね。あ、そうなんだ。へー、俺充電器あれだよ、あの、何ですか、刀剣乱舞の石切丸の。なんだって。充電器使ってる。だってよ、みんな聞きました。もう押せるポイントじゃないですか。いや、押せるポイントっていうか、あの、あの現場でもらった、数年前だけど。うんうんうん。数年前ってそんなに前じゃねえよ。じゃあなんかおソロの人もいるんじゃないですか、もしかしたら。いやー、いいね、言ってくれたら嬉しいけどね。嬉しいね。四つ葉のクローバー、あ、用意してくれてるよ。ヒデさんのね、アイコンにもなってますからね。前にね、あの、うん、なんだっけな、朗読劇だったかな、なんだったかの時にね、うん、あの、なんかありがとうございますっつって、うん、なんかちっちゃい、あの、何、こな、なんていうの、袋にさ、はい、すごいちっちゃいさ、四つ葉のクローバーのなんか、なんだっけな、このぐらいのサイズのなんかね、ちっちゃいの、なんていうの、おもちゃみたいなの入れたんだよね。え、すごい伝わってこない。何ですか。いや、だからなんか、だから舞台に見てくれてありがとうっつって、なんかちっちゃい小袋、よくほら、お年玉入れるみたいな、はいはい、ポチ袋みたいなやつに。そうそうそう、あれにさ、はいはい、このぐらいちっちゃいね、なんかほんとあったのよ、なんかこのぐらいのプラスチックのなんか四つ葉のクローバー。へえ、それをただ入れただけっていう。もうなんかそれ1個あるだけでもうめっちゃ四つ葉流れてきた。すげえ、四つ葉、めっちゃ流れてきた。あれから俺、四つ葉やってから見つけてからさ、うん、よくなりました。見つかった人いる？あ、見つかった人いる？探し当てた人いる？どう？いやよね、そんな、そうそうね、見つけた人いるのかな。そうそう、そんな野原に行くことないよねお散歩とかでね、こう。いやでもなかなかやっぱり行きづらくなりましたよ。確かに、やっぱなかなか見つからないって。あ、見つけましたって。本当？だって野原に行くことってなかなかないじゃん。確かに野原に行くことてか、俺スタジオで早く着きすぎましたとかって、近くに公園とかあったりとかさ、うん、あのほら御朱印とかでもらったりとかしてさ、はいはいはい、たまにもうスタジオの場所を調べるよりもさ、先に、うん、あの神社とか調べるみたいなさそっちをさ、はいはい、大向きに置いてた時期があって、はい、うんうん、そういう時とかはやっぱ公園とかも一緒に探したりとかして、早めに着いたらそこで時間潰そうみたいなさ。へえ、これ写真もあるから聞きたい。定規欲しい。定規？定規が。ほら、そんなこと言うとさ。え、何ですか？負けちゃうじゃん、君の。え、負けるとか勝負じゃないから。勝負だよ。あと少しだって。ちょっと待って。え、あと少し？ちょっと定規使うのやめた。虫怖くて嫌だなって。虫ね、俺もやっぱ年重ねてから苦手になってきたった。きたったって。きたった？でも意外ともうこの時期なら大丈夫なんじゃないですか？いや、だけどさ、やっぱりさ、毛虫とかさ、子供の頃はさ、全然余裕だったのにさ、うん、今もう怖いもんね。セミは本当苦手。急にあのセミファイナルがすごい怖い。すごいよね。うん、急に来る。でさ、あいつなんか年重ねたからかな、うん、声が出るんだよね。声が出るって何？もう おしまい。え？何？あと10秒。え、なんて言う？1日ください。あと1日。臭い？え、何？おしまい？
カンカンカン、あ、待って、カンカンカン鳴っちゃったよ。ちょっと、はい、それでは完成品を見せてください。よっすいからどうぞ。え、見せていいですか。いいよ。これしか書けなかったんですけど。何やってんの。一切シール使ってねえじゃねえかよ。待って、シールを使わなきゃいけないのに一切シールを使ってないんです。ふざけんじゃないよ君。なんでさ、いや、どっちかっていうとスタッフさんがさ、これシールとかさやってくれてんだからさ、使いましょうよ。いや、なんか、なんで居残りだってよ、君。居残り、いや、ダメダメダメ。はい、じゃあ、ひでちゃんちょっと見せて。行きます。すごいよ、俺の、うん、見て。あー、かわいい。しかもちゃんとマスクしてるから。なんで自分のとこ予防しちゃってんのよ。じゃあ、マスクは大事でしょ。なんで顔隠しちゃってんのよ。ほら、いや、違う、顔隠してんじゃない、これマスクをしてるだけの話。マスクをしてるのね。はい、どう、かわいいだって。いや、かわいい、かわいい。ちゃんと予防してるよ。ねえ、時間がなさすぎ問題なんですけど。5分って言ったじゃないの。5分、お、すごい、これ、これにもチラシって書いてある。お、すげえ、すごいじゃん。そういう使い方もあるのね。ね、糊とかにもね、いいですよね。よ、学校のやつとかになんか使えそう。糊とかもいいですよね、うん。はい、ほら、早く。何？もうおしまいだよ。終わりだからね、君。え、何？え、次あるんでしたっけ。そうだよ。はい、じゃあこれ、ひでさんで次、うん、どうぞ。いいよ、いいよ、やって。手帳、うん、作りました。はい、こちら、あ、そこか、こちら、いかがでしょうか。ちょっと待て、落ち着け。そうだ、僕だ。ね、はい、はい、これ来年も使えま、来年使いましょ う, う、ね、楽しくね、仕上がって、はい、もうよくわけわからん。ヨッシーはさ、何、なんか物を作るってなるとさ、もう他のこと入らないよね。こう必死、必死だよね。いや、もうこれう、もう一回中断して。ダメ、ダメ、居残り、居残りってか、もう進めましょう。メールだってたくさん読みたいんだから。じゃあ読もう、読もう、はい、読もう、読みましょう。君はまず台本読んでくれ。はい。じゃあ、この子、言っちゃっていいですか？いいよ、だから言ってんじゃん、はい、さっきから。さて、ここからはいつものコーナーに戻らせていただきます。はい。ヒデさん、タートルコールお願いします。H な写真館。やっとで進められたよ。やっと進んだね。ということで、我々の1ヶ月、あ、じゃあ間違えた。もう進みすぎたよ。行きすぎちゃう。だから、君が手元をさ、ちょっと今1回収めてよ。はい。一回もう壁にちょっと立てかけてよ。え、これ今もう、今いろいろグッズとかでいっぱいにしようよ。わかった。ヒデさんだけ貼っていい？いいってば。だから、まあ、じゃあメール読めなくなっちゃう。読む読む読む、いける。メールじゃないもん、写真だから。僕1枚目、うん、お願いします。ダダン。はい、これ分かる人いるかな。何ですか。僕ね、ラーメンズが大好きで、おほうほうほう。で、それで、台本とか演出をされてる小林健太郎さんが、うん、はい、一人芝居、はい、ソロで活動してるポツネンっていうやつがあるんですけど、はい、結構前のやつなんですけどもね、うん、これをね、ちょっとお尻から引っ張り出して最近見たんですよ。で、これね、結構公式でもね、YouTube で上がってるみたいなので、うん、はい、もしポツネンとか興味ありましたら見ていただければなと思います、うん、調べていただいて。世界観がすごく好きで、うん、なんか最初は説明は何もないんですけど、はいはい、そのあるシーンから始まってだんだんこう謎解かれてて、ああ、なるほど、あ、で、ちょっとしたやっぱ笑いもあり、うんうんうん、でその世界観がすごく好きで、で、なんでこれを引っ張り出してきたかというと、はい、なんで、ね、この前公演お疲れ様でした。ありがとうございました。ピエールと魔法の杖、ピエールと魔法の杖、はい、こちらね、ちょっとね、動画をね、見させていただいて、はい、でお送りしまして、それを拝見した時にですね、はい、ちょっとこの世界観を思い出しまして、うん、はい、あ、なんか似てるところもあるなと思って、へ、ちょっとそれを再燃して、あ、なるほど、そこから、はい、うわ、嬉しい、見させていただきました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。本当お疲れ様でした。無事に終わりまして、やったなんかかんとかで、本当にありがとうございました。で、僕は1枚だけなので、続いてヨッシーの行きましょうね。はい、こちらです。ダダン。公演の写真でございます。朗読しているところなんですけども、本当にこれ無事に終わりまして、今回は脚本演出含めて全て、全部、ほぼほぼ全部僕がやらせていただきまして、すごいですよね。そして、えちこさんも何でか見に来てくださって、本当にありがとうございました。いや、それは嬉しいよね。ありがとうございました、嬉しいです。で、こちらもね、今回12月1日に、CD が、ドラマ CD が豪華2枚組で、はい、発売されますので、ぜひぜひ予約受付中でございます。はい、もう本当に
今僕のところから、僕の山川兄弟ショップからゲットしていただくと僕の愛情がつきます。どう、いや愛情つくの？愛情つく、これはもうゲットしなきゃ。愛情達成込めてやっておりますので、僕も少なからず出させていただいて尽力させていただきましたので、出ていただいておりますので、はい、すごくぜひぜひ楽しいストーリーで、で前ね、この写真では、うん、今マイクでヨッシーだけど、はい、この前のところでは弟さんが、ね、そうです、マジックをしておりまして、マジックしてるんだよね、マジックと朗読の融合という形でやらせていただきました。いや、すごく面白かった、はい、ちょっと本当にもう対策なので、本当にこれはたくさんの方に聞いていただきたいので、ぜひとも何卒本当に僕初の主役のドラマシーンですので、うん、ぜひゲットしていただけると、いや堂々とした戦いでしたよ、お願いいたします。舞台もそうでしたけども、はい、収録でもそうでしたね。 ありがとうございました、助けていただきました、はい、ヒデさんに。ぜひともよろしくお願いします、はい、お願いいたします。ということで我々の1ヶ月いかがでしたでしょうか。えちこさんもハッシュタグ Hラジで写真や番組のこと感想とか本当にいっぱいいただけて嬉しいです。僕たち見ております。いっぱいつぶやいてくださいね。今日もつぶやいて、さて、うん、ここで番組の紹介です。はい、番組は60分の生放送ラジオです。コメントでの応援やツッコミ、我々と会話などもできますよ。お願いします。前半45分はどなた様でも視聴可能です。後半15分はラジ友会員限定様となりますので、今のうちに会員登録お願いします。また間違えたよ、なんかちょっとだから手元止めなさいって言ったじゃん。これ何を言ってんの。やってるとほら出来上がった。それでは高橋秀典の H なラジオ最後までお付き合いください。改めまして高橋秀典です。改めましてアシスタントの山上由之助です。これ何ページいっちゃってるの。5ページ。あ、ここだった。俺言うよ、はい、まずはこちらのコーナーをお送りします。お願いします。 H メール、 H ラジ宛にいただいたふつおたを紹介します。はい、どんどん紹介していきますよ。ヒデさん、お願いしていいですか。はい、あなたは台本を整理してください。整理します。はい、おきくさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。先日雪が降りました。寒いね。雪降ったの。うん、寒がりなのでコートをすでに着ていますが、建物の中だと汗をかいてしまいます。でも薄い上着だと寒くて震えています。毎年寒いのに毎年どうやって防寒してたのか、どうやって調節していたのか、忘れてしまうのはなぜなのでしょうか。いや、これ同感。東京の気候はいかがですか。お二人とも番組スタッフの皆さんも風邪など引かれませんように。青森も降ったようですよというちょっと追記ありますけどもね。これは北海道とかなのかな。北海道なんですか ね。今日は暖かかったですけど、今日はね東京は暖かかったですね、うん、でも東京も東京なりに、うん、なんかまあ寒くはなってきましたよね、うん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 、でもこの分かるんです。その寒いから、外出て寒いからってちょっと厚着をしちゃうと、うん、電車とか乗った時にもう汗バーってかいちゃって、本当に調節難しいですよね。そうなのよ。俺革ジャンとか好きなんだけど、うん、なんかそういうこと考えると気軽に着れないなって、うん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 、カバンにしまいやすいちょっと薄手のやつとかいいやつ、ね、着たりとかするんですよね。いや、雪降りましたか。いや、俺も雪降りたい。雪か、もうそんな時期なのか。さえさんからいただきました。ありがとうございます。ヒデさん、吉之助くん、こんばんは。こんばんは。10月28日に行われた吉之助くんの朗読劇を感激させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。朗読劇あり、マジックあり、笑いありで、うん、とても楽しませてもらいました。うん、ドラマ CD にはヒデさんだけではなく、山寺宏一さん、神谷明さんなど名だたる声優陣が勢ぞろいで、買う前からドキドキしていました。うん、今度はヒデさんとも舞台で朗読劇ですからね、楽しみにしておりますといただきました。ぜひ。ぜひね。お願いいたします。これが目の前でマジック見せるから。え、やってくれるんですか。え、それはすごい楽しみなんですけど。近いって教えします。コミをお願いしますよ。原板さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ネットフリックスオリジナル作品のゼウスの血でヒデさんがゼウスの血を引くヘロンを演じているとツイッターでしたので、はい、後で宣伝させてもらいました。お、配信日にワンシーズン全8話見ました。以前ヒデラジで大河のアニメで汗だく収録した後お話しされていたのはこの作品でしょうか。うん、キャラデザが秀逸で彫りの深い美しいお顔をいい塩梅でアニメ
アニメテイストにしていてとてもいい刺激になりました。いやもうこれも汗かきましたよ、うん、本当、うん、汗だくっていうか、こうアドリブとかこうね、あーとか攻撃とか倒されたりとかするともう結構ね汗かくんですよ自分。ヒートアップして、いやでもこれはね本当に楽しい作品でした。またねこう続いてくれれば嬉しいんですけども、本当これもう本当一言言うと本当ね、はい、神同士の夫婦喧嘩、神同士の夫婦喧嘩すごいよ、すごい壮絶だから。そんな壮絶なんですか。もうゼウスがゼウスだから。あ、なるほど、ゼウスが。いやもう本当言ってることを結構ね、まともって言っちゃあれなんかもしれないけど、うん、言ってることはねなんかすごいもっともなこと言ってんだけど、うん、いや悪いのは君だからって。なるほど、あ、そういう感じなんですね。奥さんを裏切らなければっていう。うん、裏切らなければいいのにっていう。いやそれはそうでしょうと。夫婦喧嘩だから、そう壮絶な夫婦喧嘩。壮絶な。ああ、本当本当。仲良くして。本当そうだよ。サピオさんからいただきました。ありがとうございます。ヒデさん、ヨシ、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。はい、ありがとうございます。突然ですが、お二人は親知らずを抜いたことがありますか？昨年初めて下の歯の親知らずを抜き、まあまりの痛さにいい大人が歯医者で大号泣しました。もう二度と親知らずなんて抜くもんかと思っていたのですが、最近もう片方の親知らずがキリキリと痛みます。あの痛みは、あと痛みともう一度戦うのかと思うと今からとても気がめいってしまいます。お二人にぜひ歯医者頑張れと応援していただきたいです。これ抜歯ですね。抜歯か。俺4本全部抜いたよ。4本全部抜いて1本だけちょっと複雑な生え方をしてて、うん、一発でポンって抜くんじゃなくて、はい、真っ二つに割って2本にして抜いた。それが耳奥だったかな。でも4本全部生えてきたからもう全部抜いた。すごい。なんか自分こう生えちゃってるんですよね、歯茎の中。あ、はいはいはい。だからこう痛い話だとこう切らないといけないから。え、今はどうなの？今は全然別に痛くもなくて。でも生えてるんだ。で、1本はでも抜歯をしたんですよ。なんかこれは取っちゃった方がいいんじゃないって言うから、あ、じゃあって言って、あれ原始的なんですね。そうそう、グッグッグッと押してバキってやるから、テコの原理でね、うん、すごいなって思う、うん、すごい。あのお医者さんの手の震える、あの力込めてる手、そうそうそう、手が震えてる感じがね、お、大丈夫かなと思いながら、こっちは麻酔かけてるからさ伝わってきますもんね。そうそうそう、いや大丈夫かなと思いながら。でもぜひあの歯医者、あの頑張っていただいて、多分すぐ良くなると思いますから。そうだね、もう抜いちゃえばね、うん、楽っていうのも早いうちにね、やっていただければ、ね、うん、いいと思います。以上でございますかね。以上です。はい、たくさんのメールありがとうございました。以上 H メールでした。あなたの H なお話聞かせてください。こちらは H から始まるテーマメールのコーナーです。はい、今回のテーマはハイジャック、ハイジャック、H ラジオ乗っ取ったら何をするです。はいはい、うん、たくさんメールいただいておりますので、じゃあここにね、2人は自由に番組できると何しますか。うん、結構自由にやらせてもらってるからな。そうなんですよね、結構本当にいろいろやらせていただいてまして、ね、ということでね、えちこさんが考えたものをちょっと楽しみに聞かせてもらいましょう。いきましょう。まずはこちら、ゆみこさんからいただきました。ありがとうございます。ヒデさん、ヨシさん、こんにちは。こんにちは。えちこが H ラジオをジャックした時のコーナーを考えてみました。はい、コーナー名はえちこさんの五感談タイム。うん、いつもエチコがお二人のトークを聞いてコメントしていますが、うん、このコーナーでは逆にお二人がエチコの歓談を見てコメントするというコーナーです。歓談の内容はトークテーマを決めるといいと思います。うん、なるほど、歓談の内容はね、はいはいはい、カオスなことになりそうで収集がつくか分かりませんが、こんなコーナーがあったら面白いなと思いました。いや、でもちょっと最近ちょっと反省ですよね。うん、あんまりこう収録止まることないから歓談タイムがあんまりなかったりとかさ。でもいいことじゃないですか、それは。それを言う、いいことかどうか分かりませんけども、歓談タイムをなくしてるわけだから、うん、え、何、みんな求めてんの、歓談タイム。いや、それはそうでしょ。始まる前のもう早く放送事故なれって多分思ってんじゃない。なんで思わないでよ。放送早く無事に進むのがいいことなんですから。あ、間違えた人、早く間違えてくれないかなって。いやいや、間違えちゃダメなんだから。間違えちゃダメだよね。ここレギュラー化しちゃいけないところだから。そうだよね、本当は。そうだよね。でもこういうようなことをちょっと考えてくださってるということで、そうですね、じゃあまあちょっとやってみましょうか。そうですね、一つずつ追うとちょっとまた、うん、混乱も招きますので、はいはい、まあシチュそのヒヤヒヤ、あ、ヒヤヒヤ、ヒヤヒヤ、ヒヤヒヤのシチュエーションを皆さんに考えていただいて、うん、なるほどなるほど。でそれを、うん、何、僕らが歓談、それを見ながら、あ、こういうのあるのか、五感談タイムを
僕ら五感団体をさせてもらう。なるほど、はい、理解しました。にしましょうか。はい、ね、あ、今じゃない、今じゃない、これね、ああそっか、そう、皆さんに考えていただいて、そう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 、ちょっともう一つ、もう少しメールを読んでから、うん、また改めて皆さんに聞こうかなと。そうそうそう、だから例えばですけど、このほら、自分ではこういうシチュエーションとか書きたいけど、うん、アイデアはあるけど書けない、うんうん、だけどアイデアがないけど書きたいっていう人とかいらっしゃるじゃないですか、うん、はいはいはい、その相互性というか、うん、がっちり合うといけるのかなということで、うん、まずこういう感じでなんかシチュエーションのテーマとかを言ってくるんですよね、うん、だからあの順を追って聞いてくってことでしょ。そう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 、こう例えばこういろいろそれぞれ その関係性とかいろいろあるから、うんうんうん、順を追って例えば一つ目、じゃあ時期はどういう時期がいいでしょうかねっていうのをこう、うん、皆さんに考えてもらって、うん、じゃあ次は場所どこにしましょうかね、うんうん、じゃあその関係性どうしましょう、関係性、じゃあ先生と生徒なのか、キャラクターをどうするかか、キャラクターをどうしましょうか、イケオジなのかとか、あ、なるほど、うん、でそれで関係性、うんうん、店員さんとお客さんなのかとか、あの先生と生徒なのかとか、なんかそういうようなのをちょっと皆さんに、うん、まあ、考えて書き込んでもらって、はいはい、僕らがああなるほどこういうのあるんだっていうのを考えてもらうと。今書いていただいたやつはこれですかね、ね、ちょっとね考えるものもあるので、まあ、ちょっと時間もかかっちゃうと思うし、うん、一回ちょっと考えてもらって、うん、で、まあ、その後にちょっとメールを読み進めていって、うん、最後にじゃあ、ね、ご判断タイムをやらせてもらいましょうかっていう形をね、うん、取らせてもらえれば嬉しいなと思います。猶予を与えよう。ね、ちょっと、うん、そうそう、後でいいっていうことなんだよね。うん、でも今ちょっとびっくりしたのがさ、やっぱちょっと考えるの時間かかるんじゃないってね、ちょっと後に回そうかみたいなことをね、うん、思ってたけど、皆さん出る出る。ね、どんどん。すぐ出る出る。すごい、すごいね。ちょっとでも今ちょっとステイしていただいて、この4つを今のうちちょっと考えていただいて、で最後に またねお伺いして、そうそうそう、あ、こういうことを考えたんだっていうのを進めていければなと、ね、一言ずつもらえるとね、うん、コメント長いとザーッといっちゃうから。そうなんだよね。そうそう、だから一言ずついただけると嬉しいです。そう、うんうん、ということで、じゃあまずは、うん、メールを読んでいきましょうか。進めてみましょうか。はい、じゃあヒデさん読んでいただけますか。はい、よいしょ。それでは、うん、青ゆかさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんにちは。こんにちは。 H ラジオをハイジャックするならみんなで言葉遊びをするコーナーを聞いてみたいです。はい、ヒデさん、ヨシイさんが番組の直前に考えたワードと H子さんから送られてきたワードをそれぞれのボックスから引いて合わせて完成した言葉やセリフを無理やりでも解説したり、うん、その言葉を使って2人で会話したりというのはいかがでしょうか。ほうほう、あー、うん、なるほど。たった今考えたなんかセリフを言ってくやつみたいな感じですよね。うんうんうん、例えば、考えたワードだからご飯食べたい、食べたいみたいなことで送られてきたのが、うん、虫、それがうまく組み合わせるかどうかわかんないってことだよね。だからうまく噛み合わないけども、なんで虫っつった、虫を取りたいって言うのかなって、むって言ったから虫を取りたいなのかな。夏かな、虫かごなのかなとか。俺もなんでむって言ったのかわかんないけど一瞬びっくりしちゃった。虫食べさせたいのかと思って。いや絶対やだわ。あ、でもその言葉をむ、うん、つなぎ合わせるのがちょっと困難かもしれないけど、うん、それを無理やり、うん、あーってあったかも、うん、当たり前かのようにそれを解説するんだ。あー、結構エチュードが求められるわけだね。うわ、エチュードアドリブで結構求められるやつだね。あ、なるほどね。まあ、その言葉を使って2人で会話したりとか、うんうんうん、あー、なるほどね。面白いね頑張らなきゃいけないね。一種のゲームね、言葉遊びのコーナーね、うん、なるほど。まあ、言葉を扱う仕事としてはね、こういうのが面白いですね、うん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 、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。やややさんからいただきました。ヒデさん、吉之助くん、スタッフの皆さん、エチコの皆さん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマ H ラジオハイジャックですが、うん、私ならあのアンケート機能をフル活用してエチコさんたちを詳しく知っていこうと思います。あ、最後のあの出るやつですね。アンケート機能とか、アンケート機能、はい、まずは年齢、性別、既婚か未婚か、ざっくりとした住んでる場所、うん、好きな飲み物やお菓子、うん、好きなタイプなど、うん、あのアンケートで会話みたいにできたら楽しそうだし、えちこさんのことをさらに知ることができるのかなと思いますといただきました。あ、なるほどね。なるほど、えちこの生態ですね。あ、なるほど、うん、へー、これアンケート機能を使って皆さんどのあたりに皆さん住んでらっしゃるのかとか東の方なのか西の方なのかみたいな。それで家バレするざっくりざっくりでざっくりで
怖いよねツイッターとかでさ。いや特定すごい早いですもんね。らしいよね、うん、なんか前にもなんか笑い、はい、ツイッター上で喧嘩して、うん、でそれでお前の家ここだろうみたいな感じでやったら過去の画像をさ遡って見てるってことですか。遡ってみたらそこにたどり着いたとかっていう、なんかちょっと怖いようで、うん、なんかちょっと笑える話、うん、怖い、そんな喧嘩なんてしちゃいけないなみたいなさ、うん、そんなことを思わせる話です。すごい怖いよね。好きじゃないとできないじゃないかと思っちゃいますよね。大好きなんだろうな。いいよ。次、あのやややさんの次にみみみさんからいただきました。あら、ね、やややみみみ。はい、皆さんこんにちは。はい、はい、ハイジャックいろいろ考えましたが、はい、エッチなラジオを一夜限りのエッチなラジオにして割とガチなトークをしていただきたい会員限定パートでといただきました。嘘でしょ。いやこれでも面白いかもしれない。だって第1回でな、まあそんな感じでしたけども、まあね、だって読めなかったからね、どういうラジオにしようか。まあそうね、最初はね手探りでしたもんね。手探りだったからね、うんうんうん、でも俺もそれを求められてんだろうなと思ったけど求めてるみんな。いや違う、そのスタッフさんがさ、スタッフさんがってこと。だってどう見たってさ、振り仮名振らないとさ、うん、エッチなラジオじゃん。まあそうね、そうですよね。いや説明ではさ、ヒデノリの H ですよ、うん、とは言われて打ち合わせで、うん、あそうなんですかって、うんうん、たださ、あそうなんですかって言った、後悔したよ、うん、いやこれだけ見たらさ、うん、エッチなラジオじゃん、うん、そもそものエッチ、そもそものエッチ。いやそうまあね、それみんなほら深夜帯でって言ってるじゃないですか。でもね、会員限定でっていうことで言うんであれば、うん、あ、まあ、ある意味やりやすいかもしれない。聞きたいみんな、うん、俺みんな需要しかないって。本当に本当に。あ、エロメスの、エロメスまた登場するやつ。懐かしいね、エロメス。そうだね、その会員限定の時間帯だけエロメスにしようか、うん、あ、そこだけ何、みんな進化するの。進化する、進化する。え、まと、鎧をまとうのね、エロメスっていう鎧を。ちょっと待って、エロメスがもう鎧なんだ。え、あ、逆にあれか、エチコをハイでエロメスになるってこと。あ、逆に。あ、そっちの方がいい、ニュアンス的には。そっちがいいかな。みんなあれでしょ、だから後ろのチャックを脱いで、うん、エロメスが出てくる。すっぱだかになって、エロメス。マジか。強い。だからどうする、何、どうする、どういう内容にする、そういう時。エッチ、エッチ要素、エッチ要素、エッチ要素、何、下ネタ満載でいくってこと。バキュンバキュンしか入んないよ。ただ下ネタ言うだけじゃつまんなくない。ちょっと含みを持たせて、脱ぎますって。いやいや、脱ぎますじゃねえ、俺ら見えねえし。あ、そっか。そっか、見えないわ。今脱ぎましたって言われても。あ、でもそれはそれでちょっと興奮するか。見えないからね、妄想をかきたてられるみたいな感じで。映ってないから、ある意味、うん、脱ぎましたって言ったらみんなに想像してもらえる。あ、逆に何、皆さんで想像を膨らませていただいて、ここでどんなラジオだよ。お互いで脱ぐか。いや、言うだけだよ、言うだけ。言うだけ。実際に脱がなくてもいいから、うんうん、あ、そうしようか。どうしようか。だから、その、嘘か本当かは、あ、もうそこは曖昧にして。ああ、なるほどね。はい。で、うん、それはもう嘘だなって思ってんだけど、うん、あ、もしかしてちょっと。今ちょっと、ファスナー、今下げたよ、みたいな。ちょっと今、うん、あの、ホック外すからね、みたいな。このいいよ、わざわざ表現しなくていいよ、背中。なんでわざわざカメラに向けてやろうとしてるの。前か、前かとかじゃいいんだ。そういう細かいボケいらないんですよ。でもそういうことなんでしょ、きっと。そういうことじゃないの。いやいや、そういうことに、いや面白くない。いや、俺最近さ、最近ちょっとあのカルテットっていうドラマを見て、あれってそもそものテーマって白か黒かはっきりさせないグレーな部分っていうテーマだと思うんで、それがもうすごくいいなと思ってて、うん、だから全部もうグレーゾーンで行く、曖昧にするの。だからその、いや脱いでないんだけど、うん、でも脱いだと想像させるような何かを言うみたいな、うん、あ、こ、妄想をかきたてる。逆に見えないことを逆手にとって、うん、お互いね、うん、あ、今、うん、その脱ぎました、今お風呂場ですとか、うん、あ、私もお風呂場です。いや絶対嘘なんだけどさ。ここにいるからさ、うん、でそこは、あ、間違えたの人が音響をちゃんと変えてくれるから。そこ任せなの。お風呂のチャポンみたいな。ちょっと反響させてもらってね、声を、ね、どんなラジオやねんって。いやいや、ジャックしてるって言ってんだよ。ラジオからずれる。いやでもほら、一夜限りだったらみたいなさ。なんじゃそりゃ。うわ、じゃあ要検討ですね、これは。要検討。ヒデさんがどうしてもやりたいそうなので。いやいやいや、やりたいと言ってない。考えるならって話をしただけ。
じゃあもうそろそろあの皆さんのご感動タイム行きましょうよ。ああそうだね、はい、では早速お待ちかねでございます。待ってた？いや初めてだな、H校のご歓談タイムを俺らがご歓談する、うん、そうですね。時間は2分。2分。なるほど。ってことは4項目だから大体まあ30秒ずつって感じですかね。そうですね。じゃあ行きましょうか。はいはい。それではダミーヘッド の, あのヒヤヒヤのやつの、うん、まあちょっとシチュエーション考えるっていう。シチュエーション考える。まずは皆さん、時期はいつにしましょう。時期がいつにしましょう。用意スタート。ここがいいんじゃないと。駅とか公園とか。冬、あ、クリスマス、はい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 、山の日とかは、そう、山の日、誕生日だよ。あとは親戚の集まり、あ、年末ね、あ、これからだもんね。桜、秋はもう、まあ、今だもん、今だもんね、うんうんうん、あと何がある？クリスマス、誕生日、あ、エイプリルフールとか。あ、エイプリルフール、さっきの話で言うとね、嘘か本当かの曖昧なところ、うん、紅葉狩り汗だらだらの猛暑、雪がいっぱい降ってる冬、あー、さっきのね、冬のね、シチュエーションね、雪の中に埋もれたいですね。もう雪、もう死にそうになったことあったからな。ナイス。雪山で、雪山で12月7日、俺誕生日だ。おめでとうございます。ありがとうございます。まだ記念し、もうすぐだね。もみじ狩り、もみじ狩り、あ、もみじ狩り、そう、え、俺今紅葉狩り、紅葉狩りつった、嘘嘘、紅葉狩りつった、紅葉狩り、もみじ狩り、もみじ狩りへー、ご歓談した、そう、もともとの当社はご歓談ですよね。そうだね、ご歓談だもんねそっかそっか、これシチュエーションで、あ、じゃあ次場所、じゃあ場所どこにする、場所がいい、あ、そっか、ご歓談だからみんなでこれがいいんじゃないのみたいなことを話し合ってくれればいいってこと、話し合ってくれってことだからね。あ、クロストークみたいな感じだね、みたいな、どういうこと、場所、駅とかどうとか、駅か、無人駅、あ、間違えた人がいろいろやってくれた、うん、あ、書いてくれてる、 あ、間違えてない人が今やってくれたあ、間違えてない人がやってくれたんだ。どんだけ言うんですか、そんな触れなくていいんですよ、頑張ってくれてるんだから神社、神社ね、いいね。え、雪山とかのさ、小屋とか大変なことになりそう。あ、夜空が見えるほか、いやでもいい ね、 ね、クリスマスマーケットとかあるんですか。え、なの、あるんですね。日本ではあんまり見ないかもしれない。嘘、海外ではなんかマーケットよくありますよね。本当、うん、ニューヨーク、ニューヨーク、うんうんうん、小屋であった、あ、え、おしまい、ちょっと待って、もう2分使っちゃった、もう2分使っちゃった、やべ、キャラ設定、キャラ設定もしよう、キャラ設定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 、横浜とかやってるの、クリスマスマーケット、あと1分、あと1分、あ、舞台袖から見守るとかいいね、あ、舞台袖ね、いいね、それね、キャラ、あ、キャラ設定は何、恋人見は、おま、幼馴染、あ、一系おじ、ほなこ、先輩、隣の家のお兄ちゃん、はいはい、メンズ、なるほどね、義理のお兄ちゃん、メガネってもうもはや部品あ、次にじゃあ関係性、関係性いく、関係性いきましょうか、関係性は、その人たちの関係性は、うん、一番仲がいいのか、幼馴染なのか、優しい大人、ひもひもパパ、あ、宅配のお兄さん、あー、今ね、ちょうど宅配結構、あ、なるほどね、いいかも、頑張ってるもんね、先輩後輩、うん、みんなのお兄さん、うん、はいはいはい、ダメンズ、あ、ダメンズね、職場の同僚、ご主人様、職場の同僚、おじいちゃん、うんうん、ホスト、あ、ホストと客ね、出会い系アプリ、なるほど、そういう、あ、神社の神主と巫女、禁断じゃないですか、もうその禁断だね、ね、愛を宅配してほしいいいね、いいね、いいな、それ、いや、これいろいろ出ましてですね、いや、これはぜひ、うん、やってほしいですね、うん、これ今いっぱいたくさん案が出たから、逆にこれは皆さんアーカイブで見ていただいて、そこから発想を転換して書くのも皆さんありですからね、あー、いいね、いいね、ぜひ書いていただいて、あの、来月とかにたくさんなんかいただけたらすごい嬉しいかも、そうですね、膨らみますね、うん、膨らみますよね、いろいろいいのが出たからね神社エッチ説何って、ほんとそうだよね本来なら考えちゃいけない、神聖な場所だから、神聖な場所だから、神聖な場所だからね、ほんとそうだよシチュエーションだからありっていう感じもあるっちゃあるよね、シチュエーション、ま、うん、はい、ということで、ありがとうございました、ご飯のタイムもたくさんありがとうございました。それでは次回ですけども、うんうん、次回の H のお話はですね、1回お休みいたします、はい、はい、来月は特別ハッピーな内容をお送りしたいと考えておりますので、はい、美味しいものを用意してお待ちいただければと思います、うん、はい、お願いします、お願いします。今年もまた一緒に12月を迎えられるな。
ずっとシングルベルを鳴らすのは俺だったけど、もう一人じゃない。あったかいパーティーにしような。